皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がねてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、がんの転移についてのお話でございます。皆さんもね、テレビやニュースでね、そのがんが転移したという言葉をね、耳にしたことあると思います。最近でのテレビで放送されてたタレントさんではですね、堀ちえみさんですよね、舌がんになってからのことがね、明かされてましたね。堀ちえみさんの場合はね、舌がんが左首のリンパにも転移しているということで、その舌とね、リンパに転移したがん細胞をね、切除するという手術をね、行うことにしたそうです。転移という言葉を聞くとね、その場所を移るとか違う場所へ行くってね、思ってませんか皆さん。僕もそうやと思ってたんですよ。でもね、堀ちえみさんはね、舌の舌がんからね、リンパに転移したことによって、舌は切除したんで、6割切除したんですけども、リンパはどうかわかんないですけどね、例えばその他の臓器に行ったとしたら、例えば肺やったら肺をねちょっと切らなあかんとかっていう場合もあるんですよね。そういう時は、例えば、舌と、肺を両方切除せなあかんっていう風なことになるわけなんですよね。そのね、がん細胞が舌から例えば肺に行ったとしたら、もう肺だけを切除すればいいんじゃないのって考えてしまうんですけどもね、実はそうじゃないんですよね。堀ちえみさんの話を挙げて言いますとですね、その2019年の2月にですよ、舌がんになってステージ4と診断されて、その同じ2月にですね、もう11時間にも及ぶ手術でね、その舌の6割を切除してですよ、でその切除したところに太ももの組織をね、移植するというね、舌の再建手術をしてからですね、それと同時にですね、頸部リンパ節郭清っていうのがね、行われたんですけどもね、リンパ郭清のね、郭清というのはですね、これまでに溜まった悪いものを払い除き清めるということなんですよ。ちょっと話がそれるんですけども、その夏目漱石さんのね、我が輩は猫であるっていう本あるじゃないですか。あの中でね、その胃内郭清の功を奏した後、また食卓に着きっていう言葉があるんですけども、その中に、郭清という言葉が使われるんで、すごい有名な言葉なんですけども、あれの続きがね、すごい気になったんですよ、僕ね。あれ何やったかな、あくまで珍味を風光し、風光し終わればまた湯に入りて、これを吐出いたし候っていうね、その言葉があるんですけどもね、その飽きるまで珍味を楽しんで、また風呂に入ったら、食べ物を吐き出してしまったっていうね、食べ過ぎ、風呂に入る過ぎというね、そういうことをね、何事もね、どうこそですね、健康を損なうこともあるので、適度がいいよっていうのがね、分かる一文がね、ありましたけどもね、そこに使われてた覚醒という言葉なんですよ。このようにね、体のことに対して表す言葉なんですよ、覚醒っていうのは。で、そのね、現代の医学的な言葉で言いますとですね、がんを切除する際に、転移の有無に関わらず、周囲のリンパ節を全て切除すること、がん細胞がリンパ節に転移しやすいことから、がんの根源を治す、がんを予防するために行われることということなんですよ。っていうか、そもそもがんがなんで転移してしまうの、なんで他のところに移り変わって移動してしまうの、なんで移った後の去っていったその場所は、わかるけど、移る前の場所も切除しないといけないのっていうね、その転移のメカニズムについてね、ちょっと簡単にお話ししていきます。まずですね、がん細胞が発症した場所を原発層と言います。そこから移動して、遠隔部位、もともとあった場所から遠く離れた場所に、再び腫瘍を形成することを転移と言います。がんが原発層だけにいてる時の治癒率っていうのは改善していきますけどもね、遠隔転移が形成されてからの進行データはね、よくありません。なので、がんを制圧するためにですね、転移のね、制御は必ず行わなければなりません。ほんで、転移のメカニズムなんですけどもね、転移にはね、血行性転移、リンパ性転移、関空性転移、気管支などのことを言うんですけどね、そういった3つがあります。血行性転移やね、リンパ性転移っていうのはですね、がん細胞が血液やリンパの流れに乗ってね、体中をこうガーッて駆け巡った先のどこかで止まって、そこで増殖したり、流れてる血管やね、リンパ管で増殖してしまうこと
ことを言うんです。ほんで貫空性転移っていうのはですね、気管支などの中が空洞になっているその管で増殖することなので、まあ、主に肺とかの、ね、増殖が、ね、多いとされています、まあ、そんな、ね、それぞれのメカニズムっていうのは、まあ、基本的には似通っているためにですね、血行性転移を例として説明させていただきますね。血行性転移はね、まあ、がん細胞の、ね、原発層での増殖、原発層からがん細胞の離脱と脈管への浸潤、脈管っていうのは血管とかリンパ管のことなんですね。で浸潤というのは染み込んでいくっていう意味です。じわーっと染み込んでいく意味です。脈管での移動、これはね血管やリンパを駆け巡っていることです。まあちょっと僕の場合はなんですけどね、僕の場合は血液のがんなんで、血液のがん細胞っていうのがもう体中にね、走り回ってたわけなんですよ。すごい怖いですよね。まあ、これがね他の臓器に入ってこう他の臓器 でこう細胞分裂して他の臓器を食い荒らしてがん細胞にするっていうことがなかったことがね、まあ良かったなと思います。転移臓器の血管内皮への接着、これはねたどり着いた臓器の血管の内側の細胞にくっつくことです。転移臓器への浸潤、血管の内側から外側にある臓器の細胞に染み込んでいくことです。転移臓器内での、ね、増殖などの過程から、ね、構成されておりですね、全ての過程が連続的にこう行った結果、転移というのは生じます。またね、全ての過程においてね、がん細胞はね、免疫排除機構からね、逃れて生存する必要があります。まあね、生存する必要があるって言うと、なんかね、そのがん細胞の転移がすごいいいことのようにね、言ってるような気がするんですけど、まあ、嫌なことなんですよ。もうね、望ましくないことなんですけども、免疫排除機構っていうのはですね、まあ、免疫のことなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、免疫っていうのは、体の中に侵入してきた、自分の体のものじゃないものっていうのを、異物となる分子ってあるんですよね。それを認識して、排除するシステムのことです。で、がん細胞っていうのはこのシステムから必死に逃げて生き延びようとしよるんですよ。で逃げ回ってるから転移していると呼ばれているわけなんですよ。この逃げ回ってるがん細胞っていうのはですね、原発層で細胞分裂をして繰り返して増殖をして生まれた側のものなんですよね。このこれがあったらこうパッとこう生まれた側なんですよ。でその生まれた側のやつが血管とかリンパを通って移動していくので、その、まあ、産んだ側のがん細胞は原発層で、免疫システムと戦いながらずっといます。こいつはね、例えばなんですけども、大腸に初めにがんができて肺に転移した状態は肺がんとは呼ばれずにですね、原発は大腸がんで肺転移を起こしたので、大腸がんの肺転移と呼ばれます。この場合はですね、肺にできたがんっていうのは大腸がんの細胞と同じ性質を持っています。つまりですね、転移した部分のがんっていうのはもともとのがんの同じ性質を持つことになるんです。そのためにですね、大腸が原発のがんであればですね、肺に転移した腫瘍っていうのも大腸に効果がある抗がん剤でないと反応しません。初めてね、がんとね診断された場合でもですね、病気が進んだ状態で発見されるとね、診断がついた時点ではね、これらの状態のいくつかをこう合わせ持ってることもあります。原発がどこか、その腫瘍が転移なのか、原発なのか、再発した部分はどこなのかなどがね、まあ、がん治療の、ね、方針を決める重要な情報になります。でこういったことから、もともと発症してしまった原発層の場所も、細胞分裂をして移動していった、転移先っていうのも両方とも切除しないといけないわけなんですよ。その切除しないといけない状態であれば、まあ、切除の手術を行いますけども、切除しなくていい場合や切除したことでその周りの組織、細胞組織を傷つけてしまう可能性があるのであればですね、抗がん剤やその放射線治療っていうのをする場合もありますし、その抗がん剤と放射線を組み合わせて切除を行うこともあります。抗がん剤にはですね、そのがん細胞の、ね、増殖を抑えたり再発や転移を、ね、防いだりする効果があります。切除の手術治療とかね、放射線治療ががんに対する直接的、まあ、局所的な、ね、治療であるのに対してね、抗がん剤の化学療法っていうのはですね、より広い範囲に治療の効果を及びます。なのでね、切除の手術治療に抗がん剤治療を組み合わせることでね、治療の効果を高めることが期待できます。でもまあ必ずしもね、切除をしないといけないってわけじゃないんですけども、症状をね訴えてね、がんを見つけた時点での進行状態でね、その抗がん剤治療のみで治療をするか、切除しないといけない状態なのかを判断されます。とまあそんな感じでね、がんの転移についてお話ししました。転移をする以前にね、がんが発症しなければいいんですけどもね、まあ、そんなことは突然やってくることなので誰も予想はできませんけど、その症状があからさまになってくる前に検査などはねできるはずなんです。のでね、定期的に検診を行うとね、早期発見早期治療につながりますので、まずは皆さん検診の大切さっていうのを頭と心に入れておいてください。まあ、そんな感じで今日は以上です。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。